赤星赤谷せよ赤星マスマステーブルおいおいおいお願いします。この度は、油は快楽さんということで、なんと六本木です。なんか椎名林檎みたいです。確かにね、8月24日オープンしたお店でございます、うん。こちらはね、六本木駅徒歩1分ということで、まあ、こちらもともとはね、フグ料理とかすっぽん料理を提供している大友さんという料理屋さんがあったんですが、その1階の、まあ、天ぷら屋さんだったところをリニューアルして、二郎系にしたという珍しい流れを組むお店でございます、ね。では早速店内行ってみましょう、ね。食券制ではなく、まあ、オーダー制なんですけども、お品書き上の方にありますね、こう、うん、鶏油味玉、油麺と激辛な油麺などがありまして、うん、まあ、鶏って書いてあるんで実は鶏のお店なんですね。そうですね、はい、はい。で今回僕がオーダーしたのはこちらの鶏節油麺の第400ということで、はい、鶏節って何なんすかねということで、まあ、確かにね、気になるね、気になりますね、うん。まずはこちら見てください。大の野菜増し増し肉増し油増し増しの生姜も選べるということで、生姜ちょっとだけ入ってますね、はいはい。で油、これ固形の鶏油なんです。あらま、鶏の豚じゃない、鶏なんですね。鶏油ですね。で、こちらも豚ではなく鶏の唐揚げが入ってるんですけども、これは後々ね、どんなものなのか解説していきまして、はい、鶏節こちらですね。鶏肉を削ったものになってますね。鰹節ならぬ、そうなんですよ、別皿かぶっかけか一応選べますよとね。唐揚げですけども、まずねこれね、余分な蜜入らないような特殊な製法で揚げてあるんでね、すさまじいパリパリ度なんですね。めちゃめちゃうまかったです。これ本当にうまいんで、うん、追加の唐揚げはおすすめ度がすごいということで、ぜひとも追加してください。そしてどんどんいきましょう。これが塊チーユですね。はい、なんかねこう、あ、一気にいきましたけども、ね、はい、ささみのね引き締まった部分とか、あと鶏皮のプルッとした食感がこう一気に味わえるうまうま油です。うまうま油ね。そうこうしてるうちにもうタレに行きました。タレです。で、こちらはしょっぱレベルではなくうまみレベルといたしました。4.5 です。はい。あ、うまみだいぶある。そうなんですよ。ちなみにしょっぱだとどんぐらいだったんですか。確かに。ああ、気になります？うん、2.8 です。ああ、そこまでなんですよ。じゃあもううまうまなんだ。うまがもう超えてきちゃってるんでね。なるほどね。野菜にかけて、あ、ちなみに野菜はかなりのシャキ野菜ですね。はんはん。かなりの。野菜めっちゃ進んでたもんね。あ、そうですね。はい。麺の量こちら、150、300、450ということで、僕は今回茹で前、大の450ですね、言ってます。まるまるとした極太麺ですね。非常に食べ応えのあるもちもち、食感なんですね。とてつもないもちもちのですよね。それでね、豚よりもさっぱりしている、まあ、鶏油がね、そうですね、うん、はい、滑らかに絡んで美味しいんですね。食べやすい。そうそうそう、なかなか鶏のね油そばってあんま食べたことないんで。うん、そうですね。あら、まあ、ここで鶏節をまずは一口、うん、でかいな、一口がでかいな。はい、ちょっと鶏のね、あの噛み応えのある肉ならではのという感じですね。節って言ったらいいのかわかんないですけど、あら、節、あ、ここにかけました、はい。で先ほどのタレをねここにかけちゃう。あ、これ合いそうだね。これ合いますね。うまだれ、節を作って、あ、うんまい、うん、ういうまじゃないですよ、うんまい。いや、まあわかりますそれは。はい。ちょっとおふざけすぎたところで、ニンニク生姜、これニンニク増し増しの時は生姜普通ですね。ニンニクとね生姜の量平均なんだけども、実際ちょっと鶏の風味が、ね、後半ちょっとね、あのくどくなってきたなと思ったら、それを一発で消せるんで、もう、うんうん、特に生姜がその効果高いから。生姜っすね。まあね、消臭の力あります、ね。そうっすね。でまあさらに黒胡椒いきますよ。粗挽きなんで粒が大きいんでね、あの風味が一気にふわっと広がるので、お好きな方はどんどん入れてくださいね。でもやっぱペッパーチキンってところがやっぱ美味しいよね、これね。チキンのね、なんか組み合わせいいっすね。そう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 。でまあ総合的にはこれね、あの結構マイルド系の、まあ、味付けなので、うん、まあ、黒胡椒初めの方から投入してもね、こうむしろどんどん消化していくんじゃないかなっていう感じですね。ここで忘れてはいけないのがね、あら、レモン酢。レモン酢、あ、来ました、酸っぱレベル。酸っぱレベルはここです。
これね、もうチョボ口になるよそりゃ。まあお酢にレモンだもんね。そうなんですよ、もうダブルだから。究極の酸っぱさですこれ本当に。一発で食べる前の口よりも爽やかになりますこれ。なはずはないけど。絶対に前半で入れないでください。もう振りみたいなやつやってるから。変わりすぎ確かに。あ、そうね、お水もね。そうなんですよ、レモン酢とレモン水があるんで、ええ、このお水をね僕は美味しすぎたんで、うん、もう8杯は飲んでます本当に。本当ですか？マジで飲んでます。本当ですか？ええ、もうだからお水腹パンなんですけどここでさらに、ね、なんだこれ、なんだこれ、そうなんですよ、店内でね、販売200円で実は販売するというリンゴジュースでして。あ、そう、パックのタイプの、パックのタイプなんですよ。ちょっと蜂蜜使用してるかぐらい甘かったんですけど、果汁 100% ということで、まあ、これでニンニクのね胃の中のあの臭みもこれで取れるんじゃないか、ね、はい、消臭効果ありますからね。そうなんですよ。ということで最後まですっきりといただけた一杯でございました。ごちそうさまでした。はい、ということで左脇にはね僕店内 の, あ の, この入り口の様子なんかも、あら上品な 88.62 ということでございますね。油は快楽さんね、いいですね。駅からもね近いし。そうなんですよ、アクセスがすごい。いやー、そうそう、そこだよ、うん、六本木よ、うん、六本木、六本木やったんですかね、ないか。これはねちょっと解説すると難しいところなんだけど、うん、あのこれまで、うん、あのもちろんあったんですよ六本木って二郎系の店。それ以降だからもう暗黒の時代が続いたんです。暗黒時代、暗黒時代続いたんです。二郎系暗黒時代。あの、そうですね。それがですね、ババイチ屋さんっていう家系ラーメン屋さんがちょっと二郎風のラーメンの提供を始めたんですよ、はいはい、それを皮切りにですね、堀江貴文社長がですね、堀江門さん、堀江門さんがあの1杯1万円の、ま、マシのマシというお店を出したんですよ。牛の1万円、1万円ですね、はい。なので、ま、その家系の二郎系とそれから1杯1万円というハードルの高さと、まあ、六本木に二郎系あるとはいえなかなかこう、まあまあ気軽にね専門店で行けるところは、ね、そうなんですよね。まさに二郎系っていうお店がなかったところへ、まあこの二郎系の鶏の油そばを出されて、まあリーズナブルにいただけるという点ではですね、令和初じゃん。令和では、まあ、令和ではまあ初初だけども、で六本木界隈に住んでる二郎好きの人はもうたまったもんじゃないっすよ。なるほどね。もうギロッポンでロージー万歳っすよ。はい、うん、本当に、ええ、ギロッポンって言いたかっただけだけど。あ、そうなんですね。ということでね、油快楽さん実はなんと、うん、新たなる挑戦状がお店から来たので、機会があったらそちらもあげられたらあげたいと思います。あ、そうなんですね。はい、これはまだ未公開、知らなかった。なんでもう一回上がるかもしれないんでよろしくお願いします、はい、油快楽さんごちそうさまでした。